前回チャンピオンのソンダーです。よろしくお願いします。チャンピオンでもリャンタイも終わった後結構真剣にへこんでたもんね。言わないで、それ言わないで。あっ、ん、あ、なにこれ、完成しました。不像日本料理的感觉。Amazing. Amazing. Amazing. よし。いらないこれ。辛苦了。我回家。バイバイ。いや俺だけだ。まだ一回も勝ててないの。これが王者の印ですから。欢迎来到寿喜物语。大家好，我是首领亮太。呜呜呜，我是王跳舞。大家好，我是富田健太郎。我喜欢拍照屁眼。拍照屁眼。大家好，我是松道寒野。我的爱好是。看动漫跟打游戏，请多多关照。なんて言ったね今最後。アニメと漫画が趣味。おおすごいね。拍照片。ああ写真ね。跳舞。今なんて言ったんですか。跳舞踊るのが好きです。ああ。じゃあどうぞ。いいですいいです。はいですか。もう流行ってるんだってね、なんかこういう。寿司物語。やばいやばいやばい。テーマが。テーマが、はい、ちゃんと料理をしていきたいと思います。第3回目でございます。はい。はい。はい、今日のテーマは何ですか。今日のテーマは。カレーです。カレーです。みんな大好き。みんな大好きよ、カレー。ジェンタイラン。がスープカレーを。おお。おお。なんか俺思ったけどやっぱスープベース好きみたいだわ。ね。今んとこ三つともスープ系。三つともスープだ。丸ごとの鶏、これをもうホロホロにして。すごい。いい。具材はルーの中に入れてクタクタに煮込むのではなく、ボイル野菜にして後から乗せる感じで、これが今日のボイル野菜の。じゃあ僕は、日本で家庭的な王道なカレーを作りたいと思います。シンプルにこの人参にジャガイモにヤンツォン、お肉とルーです。そう、普通にフライパンとかじゃないの、鍋とか使わないの。あ、そうね、一気にちょっと圧力でガッと決めちゃいたいと思います。ヤンタイ、そろそろ勝ちに行きたいということで、はい、今回はあのサグカレー、サドカレー、サグカレー、緑の野菜を使ったカレーを全般サグカレーっていうの、ほうれん草がサグって意味なんではなくて ね。でそれが個人的に好きで、ほうれん草とニラとチンゲン菜と、まあ、トマトと玉ねぎ、すごい、うん、ここは王道で、とあとはもう鶏肉とシンプルで野菜を刻むのにミキサーを今回は使って、なるほどね、思います。以上です。レッツカレーメイキング、お面開始ば。お面開始ば。日本の男性はダサいと思われちゃう。確かに。カレーといえば、まあ本当にシンプルにお父さんが作ったカレーが、意外とコーヒーとなんかリンゴを入れたみたいな、結構アレンジが加わってて、そういうのやってくれるんだ。意外と普通のカレーの方が美味しかったっていう。今あげたじゃん今一回。今絶対いい話だよ。親父の工夫が台無しでした。鶏肉焼きます。骨ごとっていい。おお、いいね。から一人で料理作るようになりましたか。だから1年半前くらいから、なんか自分で調理できた方が調節できるじゃないですか。だし何が入ってるかちゃんと分かるしね、うん、そういうのやったりとか、なんかメニューをなんか疑似メニューみたいなのを自分で書くのが好きです。へー、すごい。すぐ食べれるパパってものは特に作ったりとか、筋肉つけたいときは本当お肉中心のメニューを作ったりとかはするかな。さすが細かいぜ兄貴。細かいね。タグ、
じゃああれか、友達となんか旅行行くときとか旅のしおり作るタイプだ。当たった。さすが。その頃だったんですね。もうこの細かいのは。いや、バカにしてるじゃん。バカにしてない。やっていけないよ。もう勝てなくてさ、バカにされてさ。違う違う違う。いやでもめちゃくちゃこの中で誰を彼氏にするってなったら絶対に。絶対だよね。嘘。うん。で料理も作ってくれるでしょ。作ります。だ逆に怪我とかするんだったら しなくて大丈夫だよって感じ。優しい。優しい。怪我させて。怪我させたい。怪我させて。そうそうそう。じゃあ目つむってもらって、目つむってもらっていい？いいもん自分で作るし、自分で作ります。はい。でも楽しいと思うよ、一緒にいたら。じゃあ肉を炊飯器の中に入れます。この後この中のスープをここに入れます。したらなんと、蒸し板です。そんなのあるんだ。便利で、そしたらその上にこの野菜を、へえ、これでボイル。ああ、なるほど。その出汁から出る水分でボイルするみたいな。ああ、すごい、絶対美味しい。蓋を閉めます。そしてスイッチオン。48分。じゃあ僕も圧力していきたいと思います。なんか具多くね。よあり。じゃあ今度僕がこれをミキサーにかけていきたいと。あ、いった。ドキドキしてるよ。おー、すげえ。これ思ったより、これ外したら飛び出るなと思って、ちょっと今びっくりしたな。こんな勢いになると思わなかった。ルー投入。でもルーの色もさ、なんかちょっと日本のとはちょっとなんか黄色薄いのかな、なんか。よく気づきました。日本のルーの色が中国人的にはダメで、中国人あの色見るとちょっと、察しました。察しました。察しました。あ、分かりました。それは良くないです。それは良くない。これをドバドバと入れていきたいと思います。いや、なんか実験してるみたいだね。体に良さそうな。これでこう伸ばしていくと、もう一気にカレーが本当に緑になるので、混ぜてみよう。いや、いいんじゃない。どうなんだろう。すごいなんか僕に注目されてる感があるんだけど、気のせいじゃない。気のせいじゃない。気のせいじゃない。やっぱ気のせいじゃない。動いてるから一人だけ。あ、ちょっとね。恥ずかしいよ、なんかすごい見られながら料理するって。かわいい。かわいい。かわいい。これかわいい。いつからこんないじられるキャラだっけな。じゃあ、メニュー分かる、さっき覚えたもん。メニューって美女でしょ。うん、いや、大丈夫、めぐわし。うん、めぐわし。ちょっと味見して。あ、いいよ。いい。いただきます。おたまでいくんかい。おたまじゃないじゃん。これしかないから。いや、本当にいくんかい。いいよ。しけしけ。やばい、うまいわ。本当に。あ、でも本当にちゃんとピリ辛ピリッとなる。ピリ辛する。ピリ辛する。ピリ辛する。ピリッとカラッと。もうちょっとね、多分ね、ピリ辛する。ちょっとね、今日ね、だんだんみんな疲れてきてるから、ちょっと会話のテンポが遅くなってる。早くできてよ。本当にごめん。本当にごめん。もう待つしかできないから。今だったら中国語の勉強した。お願いします。お願いします。お願いします。シェンシャン。デート行こうよ。おぉ、うん。我们约会去吧。约会吧。约会吧。我们约会吧。全然決まらねえ。我们
言えば言えば難しい。多分これ全部カットされてる自信あるんだけど結構本当に湯気がもうすっごいいい感じだよもうね。これ完成したんじゃないかな、もしかして開けてみたらもうせーの、おーうわー色が綺麗。ウォーメンユエホイバーやり直したこれ結構やばいと思う。すごいいい感じな気が。あ、完璧ですね。わ完璧。上の野菜は OK です。ちょっとじゃがいもと人参まだかもね。人参は飾りではあるけど食べないように。どうした、どうしたどうした、ごめんごめんごめん、拾ってあげないと誰もあれなんだよね、ごめんごめん。普通にやってる、普通ここでやってるだけだから。普通にやってるって、普通にこうやって机にこうやってやんないから。待ってる時にこれ普通じゃないから。出来上がりました、カレーが。なので盛り付けていきたいと思います。すげえ急に無視されるんだけどすごい急に無視されるんだけど結構濃厚になってる、煮詰まってる。なります。ほんとナッツを散らして、お完成です。うぅやったー、サグカレー。僕も初めて作ったし、初めての多分初めて食べられたのかな。いかがですか。我觉得就是在我看到它的第一眼，我有点不太能接受。这个绿色嘛，嗯。但是我在吃的时候，我觉得其实还真的是蛮好吃，好吃。好吃，先吃。哦。見た目だと食べたくなるみたいなことじゃないの。そうそうですよね。今のいや多分いかがですか。确实正如前面说的一样，就是看起来不是很好看，但吃起来就是味道意外的还挺强烈的。如果比喻成男朋友的话，就是那种就是平常在生活中看起来很人畜无害，但是就是深刻交往之后会发现他其实是一个会对你很好，然后感情也非常强烈的一个人，就有这种反差萌，能感受到这道菜的反差萌。自分にすごい熱い感情をなんか与えてくれる。おいおいロマンチック。おいこれさ、これ投票されなかったらすげえショックなんだけど、振られた気分になるけど。あよかった思ってる普通にできた。わすげえ普通にできた、マジで普通のカレーできた。よし、半夜王道ビーフカレーパン完成です。今すごいいろいろ混ぜたよね、いろいろ混ざってたよね。日本語、英語、中国。这个牛肉炖得很烂，然后也比较易嚼，我觉得是好吃。啊，好吃，一言言好吃。啊，よかった，よかった。就是非常经典的咖喱，然后确实是好吃的。然后继续拿男朋友打比方的话，就是怎么说，和行业非常相反，是一道非常普通的那种人，但是普通，但又不普通。天哪，我编不下去了。困らせる男。うん、まとめると、OK。ポジティブ。さあ、全体欄完成いたしました。オープン。おお。スープだ。こう入れて。全体欄特製タンガーリ。完成です。やっぱりジェンタイラはいや強いよ、
いろんな、いっぱい食べてる。はい、好吃吗？好吃。不只是鸡肉，然后它的蔬菜都炖得很烂，都很入味，所以就是你吃了第一口就会忍不住再接下来一口一口的继续吃下去，所以我很喜欢这道咖喱，谢谢，很好吃。就如果这道咖喱也是男朋友的话，就是那种不仅长得帅，而且就是多才多艺，会带你就是带你尝体验人生各种有趣的事情的这么一个人，我很喜欢，谢谢。哦。谢谢。我说停，在你们在做最后的判断啊。もうなんか楽しくなってるんだ、そっち側も。こっち怖いのに。一、二、三。どうぞ。大丈夫だ。リアンさんの顔見てらんない。かわいい、かわいいな。いやー悔しいね。悔しい。まあいや、うん。俺は美味しかった。俺は美味しかった。いつもフォローしてるから。悔しい。それは本当だよね。それは本当。頑張る。那么我们下次再见。我这个。好难申请告别。